車両が多分他よりは全然安い。直接ほら輸入とかするんで、コンテナとかも自分で出したりするんで、その分中間マージンとかないから安いかもしれない。あとはなんだろうな、あんまり高くしちゃうと整備とかカスタムでお金かけれないから、だから車両代はうちでちょっと損はしないけど、まあ低めの設定にしてるんです。こっちはショールームと作業した車両を置いとくスペースで、まあこっちもそうそう。こっちもはショールームと、あとアパレルケース、窓のメットとかオリジナルの T シャツとか。それはダイナのバッグですね、ディフェンダーバッグ。ダイナと、あと FXR のもあるです。あとこっちがあれですね、旋盤とかフライスとかですね。とあと車両置き場で、ここが後輩がやってる美容室です。あ、大丈夫です。ちょうどお客さん知り合いなんで大丈夫です。みんなサッカー部。どうも。全員お客さんもみんなサッカー部です。